はい、どうもタムランチです。今日は久しぶりにギター解説動画をやってみます。やる曲は、長渕剛さんのライセンスをやってみたいと思います。もう歌動画は撮りました。この曲は私の中でも剛の好きな曲ランキングでもかなり上の方に入ってくる曲ですし、お好きな方も多いですしね。カバー動画もいっぱい上がっております。まあ、この頃の剛がね、一番好きで、気さくなあんちゃんのくせに、すごい深い歌を歌うっていうね、ギャップがたまらなく好きです。それで、カバー動画もやる前にね、他の方のもいくつか見たんですけど、まあ、当然原曲がそうなんで、そうなるんですけど、やっぱりこう、そういうミュートカッティングで、まあ、やられる、ね、いろいろあった後の復帰コンサートのいつかの少年の東京ドームのテイクが、ね、ギター一本で弾き語ってますから、元になってるかと思うんですけどもね。で、私が今日やったのが昔なんかの楽譜でね、見たんですよ。今ないんですけど、自分の持ってる楽譜もコードの楽譜だけなんですけど、なななななな、をあそこをね、メロディーチックに弾けるスコアがあったんですよ。で、当時は音拾ったりなんかできなかったんで、これはかっこいいなと思ってね、やってたのすっかり忘れてて、まあこういうのをやるようになってからちょっと思い出してね、音拾ったんですけど、それをやってます。まあ今日はちょっとそれをね、ご紹介、します。で、あそこの主旋律っていうのが、この曲 E の曲なんでね、そこで追っかけていけばいいです。で、すみません、いつものごとく、このギターはちょっと半音下げになってますんで、原音キーのギターとはちょっと音がね、低くなってますけど、すみません、ご了承くださいませ。で、あそこのメロディーラインがですね、のっけが、5弦の11と9と7。これを弾きながら、コードが E なので、そのベース弦である6弦の開放を一緒に弾いちゃえばいいです。ミュートカッティングでこんな感じで、でこの後 A に行くんで1個下がればいいだけです。今度メロディーラインが4弦の11と9と7。これに、A のベース弦の5弦の開放、これを付け加えて5弦と4弦だけをミュートカッティング。これで OK です。コツとしては、開放弦の6弦とか5弦の開放の方をちょっと強めに弾くと響いていい感じに聞こえます。で、歌の入り方するときにはさっきのね、11フレー1197弾きながら119764211967642、これを組み合わせてやっていけば OK です。組み合わせ方は歌動画を見ていただければと思います。まあ、ここをなん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 なって、まあ、歌ってもいいしハーモニカ吹いてもいいんですけども、ギターだけでやるときにはこんな風にやってもね、いいと思いますよ。それ と、もう一個歌の決めどこ、サビに入る前のとこですかね、1番で言うと
むき出しのプロパンガスゴールタールの壁、この後壊れかけた雨戸、夕暮れの背中って B に入る前のとこなんですけど、こんな感じで壊れかけた雨戸、夕暮れの背中、今のねタンタタタタンタンベースを弾くような感じなんですけどね、こう、むき出しのプロパンガスゴールタールの壁、壊れかけた雨戸、どこ弾いたかっていうと、まあ、あの弾き方は最初の77と一緒で、6弦のベース音を鳴らしっぱなしで5弦だけ動かすっていう、壊れかけた雨戸メロディーだけだと壊れかけた雨戸をてててて、7弦とタタ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 7764か、壊れかけた雨戸7764B を6弦と一緒に弾くと、壊れかけた雨戸、こんな感じです。今の77とそれぞれのポイントね、あのこれいっぱい出てくるじゃないですか。壊れかけた雨戸、入るその前に小さな影が揺れる、ね、あのそれぞれのポイントで今のやつかましてもらうと、メリハリつきますし、ちょっとギターがうまく見えますと思います。などこですかね。あとはこれほら遮断機が降りからドラム入るじゃないですか。原曲ドンドンドンタンつって入ってくるでしょ、だからそこでちょっとこう基本はこのカッティングなんですけどね、生真面目だけの自分の人生にあ憤りを感じてたってことふうに弾くでしょ。あ、ちょっとアクセント変えて、遮断機が通り錆びた線路を蒸気機関車が走る、ちょっと強調してやりましたけど、こんなに強調しなくていいですけど、このアタックする時のその、アクセントですね、アクセントのところを入れどこをバスドラが入るタイミングで入れたりするとまた変化もつきますし、まあ、どうしてもねご本人並みの歌唱力があれば全然いらないと思いますけど、なんとかね歌の足りない部分をギターでごまかそうとしている私にとってはギターを工夫しようとするので、ちょっとこう単調なギターを、ね、変化を加えて、やってみているので、まあ、そんなこともしてます。あとは途中でちょっとね、この辺のところのやつをギターソロじゃないですけどね、入れてます。ちょっと失敗してますけどね、まあそんなテイクを取っておりますので、まあぜひ見ていただければと思います。ということで、まあ、ライセンスをギター一本で、ハーモニカも吹かず、弾き語る一つのまあ形というか一つの提案としてやってみましたので、まあ、参考になればいいかななんて思いますし、まあ興味ある方はやっていただければと思います。ということで、今日は長渕剛さんのライセンスをやってみました。では歌動画の方もぜひご覧いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。